あまあだからあれよその彼女欲しいという感覚はあるって感じ。うんうんうんじゃあできるんじゃん。でもその別に前のめりで同行ううって感じでもないって感じ。うんうん、えなんかさ、うん、なんかそういう時一番恋人ってできやすくないなあそれそういうもん,えなんか。なんか探すって欲しい欲しいとかだったら。 なんかがめつくなっちゃって結構あキ<ー>モいってなるパターンなそうそう,そうだからなんか別にそんな恋人とかいらねえよぐらいの感覚の方が多分あ<ー>なんか同の人魅力感じるけどねああそういうもんかな、えー、なんかさバイト先とかでさいい人いないの ちょっとなんかいい人っていうか好きっていうかちょっと付き合いたい付き合えたら楽しそうだなぐらいの感覚ええー、いやむずいなバイト先、うん、ああだからあミッチーも知ってるとこで言うとうんああ春子さんとかはまあ、うん 一回飲んだよね、確か。ああ、そうなんだ。え、いいじゃん。みち、覚えてないほら、ラのスラッとした感じの。はいはい。え、いいじゃん、いいじゃん。覚えてる、覚えてる。うん。えいやいやいや、いいでも、俺、マジで付き合う気とかないよ、全然、その。いや、んなんか、なんか、あれうん、前だってさ、見たときさ、うん、すごい好きそうだったよ。えうん。 あ、俺のことうん。で、なんか、あここ2人、付き合うんだと思ってたよ、私。女子は女子のわかるって言うもんな。え、うん、思ってた。なんか、帰り、そんな話、酔ってて覚えてないけど、なんか帰り、そんな話してきもすんだよな。で、あ、マジいいですかって言われて、いや、うちはもう本当に、本当にただの幼なじみっていうか、同級生って感じなんでって言ったら、あそうなんだ、みたいな。え、だったら私、えー、じゃあ、 でも、自分がぐいぐいいけないと言ってた。え、マジうん。あ<ー><え>そう、じゃあ別に俺もありかな。えー、なんかめうそ,ういうのえそういうのってなんか、不意に急に連絡来たりしたらめっちゃ嬉しいけどね。ちょっと俺、電話でかくろうかな、じゃあ。 うなんかその方がいいと思う。だってなんか急に呼び出してごめんとかってなんかすごい中学生の時とかは、うん、なんか体育館裏とかあったんだけど大人って別にそんな今だるいよな。うん。だるいと思う。わかるわかる。そのだるい感じわかる。うん。うん、だるいし何か向こうも彼氏欲しいんだとちょうどいいよね。ちょ電話します。うんいいと思う。めっちゃありがとう全然 おうもしもしあ、はるかさん。うん。あ、そうそうそう。あ、いやいや、ごめんごめん、急に。え、なんか、うん。あ、もう本当、よかったらちょっと、そう、付き合わないかなと思って。あ、いやいや、ドッキリとかじゃなく。うん、ドッキリとかじゃなく。うん。 ああそう俺ともちろんもちろんうんああそうだったんだああごめんごめんあそれはそれはうんあいやいや全然全然はいはい,はいはいまたねはいまたバイト先ではいはいめちゃくちゃあの社員さんと合うつうんタイミングだね タイミングだよ、それはもうれないね俺ずい、ね、初めてバイト先でいじられたらもう最悪なんだけど。いや、それはもうしゃあがないじゃん。だって、もう本当にタイミングだからしゃあがないじゃないよ。しゃあがなくないよ。しゃあがない。もうなんかタイミングだと思う。えミッチーに言ってた時期はじゃあ、本当それ。えそれは本当じゃん。え勘違いなんじゃないのもうやだ、だもうめっちゃやるわ。マリマリ俺、別にめっちゃ好きってわけじゃないのに振られたのめっちゃやだ。 いやでも、多分それも大事で、なんか、なんだな、好きな人ランキングってつけといた方がよくて、じゃなかったら1位の人ばっかに行っちゃうから、その、なんか、会ったことある5人ぐらいは、ずっと多分好きな人ランキングみたいな感じでつけといた方が楽で、逆にさ、<あ>今さ、<う>なんかセンスある、その考え方。めっちゃセンスある、ね。分散しちゃうのよ。<う>なんか、一人にだったらもうこの人ってなっちゃうけど、2番目、3番目でも、 なんかどんどんいいところを見て、なんか何ヶ月か何かにこうランキングが変わっていくいあ。全然変わる、全然変わる。わかる。それって<じ>普通だから、てか、2番目に好きな人と結婚するとか言ったりするじゃん。あわかる。なんか私それさ、カップルにも成立すると思ってて、その意見って。あめっちゃ 2>, 2番目に好きな人と付き合って、どんどん好きになっていくとかもいいと思う。で、そんなら1番目の人忘れられてないんじゃんと思うけど、めっちゃ忘れるから、別に好きな人ランキングの1番目なんて。 えマジでみチめっちゃいいこと言うねん。2>, <え> 2>, 今2位誰、誰 ?2 位、いや、てか、春子さん、別に1位じゃねえから、<ー>それはあと。じゃあ逆に言うとさ、好きな人ランキングと思った時に、パッと今、浮かんだ人。えー、地位かな。地位か。え、意外だって、俺、まあ、ぼちぼち、いや、でも、別に地位のことも好きってわけじゃないけど。 うん、なんかたまに顔を思い出すのはチーかなうんえミッチーえチーと3人で飲んだよね飲んだチー待ってねあチーってんか彼氏欲しいって言ってたマジで、うん、だし、うん、なんかさチーってさ年上好きじゃんだからさ多分全然いけると思う なんか女子は女子の分かるって言うもんな。なんか、なんか、ほんと年上4割増しっていうか。え、そんな増していただけてんのあ、全然、マジで。え、俺ちょっとょ、電話で送ろうかな。うん。だから、こんなの前は急げ。だってさ、今さっきさ、タイミング逃したわけじゃん。前は急げ、前は。えい,いえ,いえい、ちあうん。はいはいはいはあごめんごめん急に。あー、いやいやいや。うん、違う違う違う。 ああ、そう、うん。いや、そう、突然なんだけど、そう。いや、ちーと、よかったら、その、いや、俺と付き合ってくる。ああ、そう。え、それってミッチー知ってるあ、言ってんだ、うん。はい、はーい。ミッチーあ、はい。 もう結婚して2年経つって。えー、俺もう死ぬほど熱いんだけど。だって、み<れ>に言ってるって。あれあ,あれじゃないよ。俺、なんで人妻に告白しなきゃいけないんだよ。あ、そっかそっか。冗談じゃない。俺、なんで人妻に告白してんだ気持ち悪い男。うん。じゃあもうな,ないね。どうしようね。ないよ。 ってかいいよ別にそんな死ぬほど欲しかったわけじゃないのになんか変な感じしちゃってるわ急にえじゃあもうさうちしかないんじゃんえうちしかないんじゃんえどういうことどういうことそれえもうさうちしかなくないごめんごめんなんか気づかなかったそういうことかなんか,なんかこうやってさいつもみんなと飲んでたりするしさ なんか全部知ってんのはうちだなと思った。わかる。なんか2時間とこ見逃した感じする。うん。うん、え、じゃあみっちー、俺とじゃあ付き合おうか。<laughs> ごめん、彼氏いる <laughs> いや。やキモいな、もうやめろよ。なあ、何回目だよ。言ってないかごめんミッチ。このドッキリ俺にすんの何回目だよ。ごめんいい、いい,い、い,いい、もういいよ。 12歳から俺7回ぐらいやられてるよ、ね。あ、ごめん。じゃあね。え,ねえよ。あ、じゃあまた、なんか、うん、困ったら言って。はい、また。はい。でもいいやつなんだよな。話面白いし。縁はわ、きれわ。